本日、11時30分、地震発生です。今、海岸が揺れているところです。これから、海岸、海に出ている人をですね、上げるための、旗を振っていただきます。人は、全部、太陽の塔の方へ、ビーチクラブの人は太陽の塔の方へ歩いていってください。その後、活動センターまで、みんなで行きます。地震発生です。この逗子湾は、相模湾、大きな地震が来ると約10分で、津波が到達します。皆さん早めに、歩き出してください。お願いします。地震発生から、約1分、経っております。ここから、今度は、公務センターで、あ、ないや、活動センターの方に向かって歩いたら2分半を経過しております。海の方の人は、これで海に上がりました。約、3分、お風呂の方で出てます。今細道を登ってきます。何それ？あと1分で津波が。こっからちょっと上ぐらいがもう全部。だこれは危険だよね。このあれね、もし何かあった時だね。次の、津波訓練は、5月にやります。一応降りたところありますよね。あのまままっすぐ降りていくとレッドロブスターの方に出ます。ちょっと、そこのチェックをしてください。行きます。車来てるよ。今回の、ハザードの方は4メートルちょっとを想定しています。西村さんは、ご存知の通り、ここから江ノ島が見えたり富士山が見えたりするように相模湾の外に向いているわけではなく中に向いている小さな入り江なので、他の海岸に比べると1分以上津波が到達。全員助かる。